のスカイでございます。今回は、東京ディズニーシーの方に来ております。JCB の、貸し切りイベントの方に来ております。今、入場待ちをしております。こちらの方ね、ライト交換してきました。こんな感じで JCB のねカードクラブのロゴが入ってます。
見てきました。でこんな感じでね、すごいね、今見てた方がね、ゾロゾロっとハーバーの方に向かっております。ということで、ちょっとねお店の方でね、ちょこっとだけ買い物していきたいと思います。限定のねシールがもらえるんで、エリアごとのね、シールをね、お買い物するともらえるんで、そちらの方をねちょっとねゲットしていきたいというふうに思ってます。では行きます。
友達ズミの、ね、途中なんですけど、フォートディスカバリーの方に、ステッカーをねゲットしに行きたいというふうに思っておりますんで、今ね向かってます。すごっ。今ねフォートディスカバリー着いたんですけど、今ねちょうど、ファンタズミックズミねやってるとこなんで、すっごい人いない。ガラガラ。やばいわ。お店がね結構ね閉まってるんでね。ステッカーもらえるところが限られてるんで、それをまず探すのがすごく大変ですね。フォートディスカバリーで、ステッカーもらえそうなところちょっと見つからなかったんで、結局ミスライまで来ました。ミスライの方でねちょっとねステッカーもらえるところを探したいと思います。餃子、餃子ドックでもらえるかもしれないんで、ちょっと行きたいと思います。モーチュラスギャレースね行きたいと思います。こちらね、チップとデールのステッカー、ノーチラスギャレーの方で、餃子ドッグの方をね、購入しましたんで、ステッカーの方いただきました。これで2枚揃いました。はい、残りのね、2枚もね、揃えていきたいと思います。ちょうど来てる、エレベーター来てる、来てないわ。今もちょうどいいや。はい、久々の餃子ドッグをノーチラスギャレーの方で買ってきました。もう冷たいです。冷たいです。よいしょ。ドアが閉まります。美味しそう。久しぶりに見たわ餃子ドッグ。じゃあちょっといただきます。冷たいです。美味しい。まあまあ参ります。はい、で3枚目はね、豆だらくんの方でステッカーもらいたいなっていうふうに思います。ってことで、豆だらくんの方に向かいたいと思います。はい、ということで豆だらくんに到着しました。ということでね、中入って、まあ何か買ってね、ステッカーの方をゲットしたいと思います。
ションも貸し切り状態。すごいね。はい、こちらのねスリーピーホイールショップの方でね、買い物してステッカーの方をゲットしていきたいと思います。はい、こちら3枚目ですね。スリーピーホイールショップの方で、買い物しましてステッカーゲットしてきました。はい、ということでね、アラビアンコースと、マメドラグエリアの方、ステッカーの方、コンプリートです。では、4枚目ね引き続きゲットしていきたいと思います。はい、ステッカーね3枚ゲットしたんでね、4枚目、ニューヨークエリアの方でゲットしていきたいと思います。ということでね、今ねマーメイドラグーンにいたんですけどね、ニューヨークエリアの方に行きたいと思います。なんだっけ、新しくできた、あーあっちのソーセージとか。やっぱり歩きやすいけど、あのお店が限られてるから、あのそのすごい集中してるところは集中してるね。ニューヨークデイリーとかもすごい混んでたし、でもね、結構ねスナック系のワゴンとかもすごいいっぱいですね。多分買うのに10分15分ぐらい並ぶ感じの、そんな感じですね。あのね、歩きやすい、ストレスはない。スーノートビッキーズも閉まってる。じゃあマクダックストア行こう。4枚目ね、ニューヨークエリアのステッカーゲットしました。これでね、全種類ですね、コンプリートしました。結構バタバタしたね。かわいいね、ドナルジ。はい、ニューヨークエリアでね、ステッカーね、最後ゲットしたんで、これから、ビッグバンドビーと、そちらの方に並びたいと思います。今ね、こんな感じ。時間の方が9時ぐらいかなですけど、ちょっと並びたいと思います。Thank you.
ちゃ空いてるやん。全然いい大丈夫。こちらに席ございます。2名様でしたらこちらご案内できますよ。仲がいい方は後ろのブロックがまだ空いてます。ビッグバンドビートね、見てきましたね。すごいね、神回と言っていいぐらいのすごかったね。もうね、デイジーがね、すごい幸せもんでしたわ。もうブーさんとかにね、お祝いしてもらってね、お誕生日。いや、いいもの見せてもらいました。ということでね、またね、あのプラザ前の方に行って、最後のね、お別れのグリーティングがあるんで、それをね、ちょっと見に行きたいなっていうふうに思います JCB カードデンスアニバーサリースペシャルナイトにお越しの皆様なってます。東京ディズニーシーの魅力をお楽しみいただきましょう。ということで今回はディズニー JCB カードデンスアニバーサリーの貸し切りイベントの様子をお届けいたしました。ということで得するのは3音だけなんです。3音だと中岡だけ。ぜひね、チャンネル登録の方とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さん失礼いたします。バイバーイ。